こんにちは、スパオです。今回は成城石井、カルディ、無印良品、この3店舗を知り尽くした、食べ尽くした私がおすすめする、この夏お店に行ったらこれ買ってな商品をランキング形式でまとめてみました。お店行くけど商品多すぎて何買ったらいいかわからないよ、忙しくて店舗ゆっくり見れないよ、そんな方へのお悩み解決動画です。いつもご視聴いただいている方には見たことある商品多いかもしれませんが、おさらいも兼ねて楽しんでいただけたらと思います。ではどうぞ。はい、まず成城石井から参ります。成城石井の第5位がルイボスミントティーです。夏場に飲むことがかなり多い、個人的にお気に入りのドリンクです。というか夏に飲まなきゃいつ飲むのって感じなので、まだ飲んだことない方、ぜひ今年は一度でいいのでカゴにねじ入れてください。ルイボスティーは独特の香ばしさがあるノンカフェインのお茶で、特に油っぽいものとの相性がいい、夏のフードとも相性抜群のお茶です。ただお茶単体としても楽しみたいお茶好きからすると、少しだけ飲み応えに欠けるんですね。そんな中、成城石井オリジナルで販売されているのがミントの風味をつけたフレーバールイボス。ルイボスの香ばしさとさっぱりさに潜むミントの程度が実にちょうどいいんです。これ以上ミントが香ると食中には向かないし、ただこれ以下だと単体では物足りない、その間のちょうど中間を攻めている絶妙のバランスです。ルイボスティー自体は今やコンビニでも手軽に買えますが、フレーバールイボスとなると一気にアイテム数減るんです。その希少性にもかかわらず150円ほどで楽しめるなんて、コスパは絶対いいです。ペットボトルのルイボスミントに限っては、私が知る限り成城石井でしか手に入りません。お店に行ったらマストバイな一本です。はい、続いて成城石井第4位がマリネの素です。毎年夏には絶対買ってねーって何度も言っているのに、まだ試したことがない方がいらっしゃるようなので何度でも言います。これは6月から9月の間に成城石井に行ったら、もう惰性でもいいのでカゴに入れるべき神品です。成城石井の自家製惣菜にはキャロットラペをはじめ、野菜をマリネにしたものがいくつかあるんですが、その味に限りなく近い味が作れる、いわばプロの味がお家でできちゃう超万能調味料なんです。今回は彩り鮮やかな紫キャベツをマリネにしてみました。紫キャベツ4分の1にマリネの素大さじ4を入れるだけ。余談ですが、キャベツピーラーマジ便利です。フルーティーかつまろやかな酸味のワインビネガーを筆頭に、スペイン産のエクストラバージンオリーブオイル、仕上げにニンニクが加わることで爽やかさと旨味を感じる絶品のマリネに仕上がるんです。食べるときはカレーの付け合わせやサラダとして出すのがいいですね。適当な夏野菜でマリネするだけで褒めちぎられること間違いなし。食欲そそるお酢の酸味で野菜をパクパク食べられる分、簡単な夏バテ対策にもなりそうです。本当はもっと上の順位でもいいんですが、またかよって思われそうなので、やむなくこの順位にしておきました。食べたことない方、心の底からマストバイです。続いて第3位が一番出汁を取った6種具材入り冷やし茶碗蒸し。化学調味料不使用のそのまま食べられる茶碗蒸しです。冷やして食べる茶碗蒸しの美味しさを皆さんご存知でしょうか。これこそ夏の食欲ない時、料理作るのしんどい時、なんならお皿洗うのもしんどい時の救世主なんです。鹿児島県産の鰹節、煮干しに味節の一番だしを使用した、化学調味料に頼らないだし感を感じる品のいい味です。薄味でも濃い味でもない、これぞ絶妙な味付けと言わんばかりのクオリティです。茶碗蒸しの上に薄くだしのゼリーの層があって、混じり気のないだしの風味を感じやすくなっています。これ具材も豪華で、鶏肉、しいたけ、枝豆、桜えび、そしてたけのこになんと紅ズワイガニが乗った贅沢仕様。茶碗蒸しの部分だけでも抜群に美味しいんですが、このたっぷりの具材感は嬉しいですね。個人的には夏らしい枝豆が好きです。銀杏もいいんですけど、やっぱり夏は枝豆ですよね。夏場の食欲ない時につるっと品よく召し上がれる
卵豆腐にはない魅力がたくさん詰まっています。もう一度言います。食欲ない、料理もしたくない、洗い物も絶対したくない、そんなないないさんのわがままを叶えてくれる、これぞ夏に食すべき一品です。はい、第2位が成城石井自家製フレッシュ柑橘とメロンの杏仁豆腐です。もうこれも言わずもがなな鉄板スイーツなんですが、まだ食べたことない方、食べたことあるけど最近食べてない方へのおさらいとしてご紹介です。成城石井のこの手のフルーツ杏仁豆腐って、季節限定品を合わせると本当に数多くの種類が展開されているんですが、この柑橘とメロン杏仁は通年販売しているレギュラー商品。ただこの商品の良さを、果物の美味しさを堪能するなら絶対夏なんです。一番上には大ぶりのメロンとグレープフルーツ、オレンジが乗っかっています。メロンはやや固めの食感なんですが、硬さに反してしっかり甘みがあるんです。柑橘2種類も缶詰ではない自然な甘みと酸味を味わえて、ハニーレモンジュレの少しハードな食感もグッドです。一番底の杏仁豆腐はミルキーな香り高い風味で文句なし。ただ一つだけ小言を言っておくと、以前より量が少なくなっているんです。明らかにカップの大きさが縮んでいるんですが、上のフルーツたちというより杏仁豆腐の量が減っている印象ですね。私の場合は常に食べ過ぎなので、量そのまま値段上げますよりはよっぽどいいので、これはこれで受け入れたいと思います。私のチャンネルを見ている方なら、知らない、食べたことがないっていう人はきっといないと信じているんですが、もし仮にいるようでしたら直ちにお店にご応してください。夏に嬉しい爽やかな時間を過ごせますよ。はい、成城石井のお店に行ったらこれ買っての第1位が発酵バターのクロワッサンです。もう夏関係ないじゃんって感じなんですけど、改めて成城石井のクロワッサンってすごいなって思ったので、今回1位にしています。これこそ成城石井に行ったら絶対買うべきものです。クロワッサンってパン屋さんはもちろん、今やどこのスーパーに行ってもオリジナルで販売していたりするんですけど、総合的に見て成城石井のクロワッサンってめちゃめちゃコスパいいんです。コスパのパの部分なんですけど、発酵バターという特に加熱をした時に風味のポテンシャルを発揮するフランス産の高級バターを贅沢に使用しています。美味しいクロワッサンの条件として、表面バリッと中はもっちり、この2つが問われるんですけど、意外と多いのが表面パリッとするけど中がスカスカなタイプ、バリバリだけ食べて終わり、そんなものも多い中、成城石井のクロワッサンはバリバリともっちりの二面性をちゃんと味わえるんです。それでいて中の生地、クラムの部分が本当にうまい。バターの香りのみならず舌で感じるこのバター感、これを味わえるクロワッサンが地味に少ないんです。甘さやバター感は正直好き好きの部分あると思うんですけど、何にでも合わせやすいさっぱりタイプよりもこれくらいバター感がある方が私は好きですね。それなりのパン屋さんで買うと安くても200円くらいはするであろうクロワッサン、その点成城石井では1個あたり120円から130円で買えるんです。こんなん神コスパに決まってます。最近では大阪にパン専門店をオープンした成城石井ですが、それくらいパンだけは成城石井っていう使い方している人めちゃくちゃ多いんです。バターたっぷりのクロワッサンを好きな方、一緒にバリバリしましょう。ここからはカルディのこの夏のマストバイのご紹介です。第5位が J ファームの播州そうめん。皆さん、日本三大そうめんってご存知でしょうか。奈良県の三輪そうめんに香川の小豆島そうめんも有名なんですが、もう一つが今回ご紹介する兵庫県の播州そうめん。播州地方のそうめんといえばイボの糸が大変有名なんですが、そんなブランドそうめんのエッセンスを感じさせる鬼コスパの商品がカルディの播州そうめんです。三大そうめんすべて手延べ製法にて作られるのは共通なんですけど、播州そうめんの魅力は何といってももちもちとしたコシと小麦の甘み。コシはもちろんのこと、この甘みを感じるのが個人的に一番好きな部分でもあります。
そうめんやっぱりイボの糸なのは間違いないんですが、毎回買うにはちょっと贅沢じゃないですか。かといって安いそうめん、私も経験あるんですが、コシとはと素直に疑問に思ってしまうほどビロンビロンに伸びた美味しくないもの多いんですよね。そんな中、カルディで買えるのが本場播州産でありながらも2人前で150円弱。神ってますよね、このお値段。そりゃイボの糸と比べればコシや風味は違うんですけど、このお値段でこの味ならもうこれで良くないって思っちゃうほどにコスパ抜群なんです。スーパーで下手な安物に手を出すよりよっぽどこっちの方が買いだと私は思います。カルディって海外の食品買うお店でしょっていうイメージの底のあなた、日本のものでもいいものたくさんあるんです。はい、続いて第4位がホーマーのロイヤルミルクティーベース。これも大変よくできたミルクティーの素なんです。夏にこれを冷たい牛乳でアイスティーにして飲むだけでもう最強の夏が訪れます。ホーマーはリキッドタイプのコーヒーや紅茶をメインで生産している飲料メーカーさんで、成城石井でも長いことお付き合いがあるんですが、カルディで買うべきなのがこちらのミルクティーベース。ミルクに負けない力強いコクがあるアッサム産の紅茶葉を鈴鹿山系の綺麗な湧き水を使ってネルドリップで仕上げた本格派。個人的に気に入っているのがこれ無糖仕上げなところ。紅茶好きにとっては結構重要なポイントで、紅茶の風味を存分に味わうこともできますし、甘さを足してデザートっぽく楽しむこともできる汎用性の高さも魅力の一本なんです。冷たいミルクはもちろんですが、この夏のおすすめがそこにアイスを乗っけちゃう食べ方、コーヒーフロートの紅茶版。これで言うならロイヤルミルクティーフロートという魅惑の響きな飲み物が出来上がります。アッサムの力強い風味にミルクのコク、そしてアイスクリームのミルキーな甘さが加われば、もう口の中は勝利の2文字です。ちなみにワイングラスで飲むとちょっとした非日常感に浸れるので、一息二息つきたい時にはおすすめしたい飲み方です。アイスにそのままかけてもぶっ飛びます。もうこの夏、冷蔵庫に牛乳があるご家庭はマストでバイです。我が家はこれ一瞬でなくなるので、今年は箱買いするって真面目な顔で話したりもするんですが、それほどまでに夏の暑い時期を素敵に彩ってくれます。人気商品なのでご存知の方も多いとは思いますが、まだの人は携帯電話の買い物リストにロイヤルミルクティーベースアイスクリームって太字で書いておいてくださいね。はい、続いてカルディ第3位がロイタイガパオペースト。日本でも人気のガパオライスですが、カルディではより本場の味を楽しめる調味料の計量も不要な簡単便利なシーズニングソースが販売されています。カルディ人気のロイタイシリーズは1パックで2人分作れて、余計な添加物も入っておらず、基本温めるだけ炒めるだけのタイパ、コスパに優れた超人気シリーズなんですが、香りしかり辛さしかり味がかなり本格的だったりもするんですよね。なのでハーブやスパイスの感じがあまり得意ではない方にはおすすめできないんですけど、日本人向けにアレンジされた風味じゃ物足りないぜって方には強くおすすめしたいシリーズでもあります。このガパオペーストも例外なく、日本で発売されている調味料では到底味わえないような辛さと香りを堪能できるので、暑い時期に辛いものが食べたくなる辛いものジャンキーな人にもおすすめしたいこの夏の一押しアイテムです。ひき肉の代わりに魚介類を入れてもいいんですけど、好きな具材を炒めて火が通ったところでこのペーストを入れて2分ほど炒めたら完成する超簡単レシピ。これねマジで辛いです。おすすめしといてなんなんですが、辛いの苦手な方絶対手を出さない方がいいです。ただこの辛さとうまさがやみつきになる味なんです。風味の一番の特徴がホーリーバジル。バジルって全世界で150種類近くあるんですけど、東南アジア諸国で親しまれているこのホーリーバジルはなんといってもスパイシーな風味が特徴なんです。加熱調理後も風味が残りやすいので、このように調理されたペーストになった後でも抜群の存在感があるんです。
あとはニンニクと唐辛子がベースなんですが、この唐辛子の量がやばい気がするんです。大きい粒が見えるほどにかなり本格的な辛さです。日本のカレールーで例えると確実に辛口以上の辛さなんですが、日本ではなかなかお目にかかれない刺激的な辛さとバジルの風味は夏に食べたくなる味ではないでしょうか。はい、続いてカルディ第2位がフルッタチェレスティーナのオレンジマーマレードです。コスパ最強のイタリアンマーマレードが今年も上陸です。毎年この時期にしか出会えない絶品マーマレードなので、絶対に買い逃しのないようにしてください。冗談抜きに今まで食べてきたオレンジマーマレードの中でダントツに美味しいです。まるでオレンジジュースを固めたようなめちゃくちゃフレッシュな風味です。そして一番感動するのが中のオレンジピールのフレッシュさ。見てください、このオレンジの皮の大きさ。普通のマーマレードでこれ入ってたらちゃんと仕事せよって突っ込みそうなんですが、皮が美味しいこのマーマレードならイタリアのまんまありがとうって逆に感謝したくなる、そんな味なんです。煮詰まった感がない、みずみずしささえ感じる食感で、全てにおいてフレッシュフレッシュフレッシュです。原材料のお話をすると、ジャムのとろみ付けによく使われるペクチンが入っていないので質感かなりサラッとしています。ジャムとして使うのももちろんおすすめですが、ソースに近い食感でもあるのでヨーグルトとの相性も抜群です。また原材料の先頭が砂糖ではなくオレンジ果汁なのが納得なほどに風味が弾けているんです。通年販売をお願いしたいほどなんですが、逆にこの時期でしか味わえないからこそ儚くて記憶に残るんだと思います。パン食の方、ヨーグルトを好きな方、これは土下座レベルで買ってほしい夏のおすすめ品です。ぜひお試しを。はい、カルディの夏に買うべき第1位がネパールティーのアイスティー無糖です。いつの日かのカルディ年間ランキングでも上位にしていたので、また上の方にランクインするのは気が引けるかなと思いきや、もうそんなのどうでもいいやって思うほどに、近年のカルディの最高傑作の神品がこちらのネパールティーなんです。もう説明するのも野暮なので、飲めばわかるさと言いたいところなんですが、ちゃんと魅力を説明します。茶葉の産地がネパールのイラム地方というちょっと聞き慣れない土地なんですが、このイラム、すぐお隣が世界的に有名な紅茶の産地ダージリン地方、クオリティが変わらないくらいかなり近いお隣さんで、世界レベルで茶葉を作っている方々がこのイラムにも通って茶葉の育成をされているそうなので、ちょっと聞き慣れないだけでクオリティはもうダージリンレベルなんです。いわば世界最高レベルのジェネリックダージリンティーなんです。紅茶に限らず茶系飲料には必ずと言っていいほどビタミン C などの酸化防止剤が入っているんですが、これには入っておらず、そして香料も不使用なので、味、香りともに紅茶の自然な風味をこれでもかと堪能できます。そして本当に不思議なのが、えぐみ、渋みみたいのがマジでないんです。それでいて茶葉の味、風味が濃いので氷を入れても薄くなった感がないのがすごいんです。パックされた紅茶でこれだけ雑味のない澄んだ香りがするのはもう感動レベルです。夏の暑い日にグラスに氷をガラガラ入れて飲んでみてほしいです。ネパールに向かってありがとうって叫んでいるはずです。もうケース買い通り越してドラム缶で買いたいレベルです。アイスティーを飲むならもうこれだけでいいんじゃないかと思ってしまう完成度です。はい、ここからは無印良品の夏に買うべきマストバイ5品もご紹介します。第5位がフランス産じゃがいもポテトチップスガーリック。無印で一番過小評価されていると真剣に思っている超絶グルメなチップスです。このチャンネル見ている方はきっとご存知かと思いますが、今年の3月頃にアップした年間無印ランキングでぶっちぎりの1位を獲得した、そんなチップスなんです。フランス産のジャガイモを使った厚焼きポテチなんですが、一口食べた瞬間にうまって声が出ます。フランスブルターニュ産のジャガイモをガーリックシーズニングで味付けしたものなんですが、ガーリックと一緒にバターも入っているんです。なので
ガーリックバター風味に仕上がっているわけなんですが、このガーリックの感じがとってもフレッシュ。フレッシュ通り越してもうこれ生なんじゃないかなって思ってしまうほどに、それだけ香りが強烈なんです。すなわちお酒が進みます。詳細は3月のランキング動画の方を見ていただければと思うんですが、この味は日本では到底味わえないシンプルかつヘビー級のパンチがある味です。漏れなく口の中がガーリックまみれになるので、間違ってもデートの前日には食べちゃダメです。明日は引きこもるぞっていう前の晩にがっつり楽しんでくださいね。続いて第4位がオリジナルブレンドのコーヒー無糖です。無印のコーヒーって何気に高コスパなのはご存知でしょうか。売り場を見ていただければわかるんですが、無印のコーヒーって全品漏れなくオーガニックなんです。それでいてこのお値段、コーヒー好きの方ならコスパの良さに気づいていただけるんじゃないでしょうか。豆もいいんですけど、今回は暑い夏にぴったりな絶品缶コーヒーのご紹介です。店内でも販売されているオリジナルブレンドもすぐ飲める缶入りにした商品なんですが、酸味も苦味も控えめ、コクはほどほどと、とにかく万人受けするようなブレンドコーヒーのお手本のような一本です。コーヒー大好きです。こだわりめっちゃあります。そんな人には物足りないかもしれませんが、コーヒー初心者から中級者くらいの方なら気持ちよく飲んでいただけると思います。個人的に気に入っているポイントが、香りしっかりめで飲み応えあるんですけど、後味がすっきりしているんです。なのでご飯食べた後に無性に飲みたくなる味なんですよね。暑い日のランチの後なんかには最高ですよ。はい、続いて無印第3位が手作りキットのカオマンガイです。夏に食べたくなるのがエスニック料理ですよね。カオマンガイはタイ料理の一種で、鶏もも肉とお米を一緒に炊き上げる料理なんですが、無印ではそんなカオマンガイを気軽に作れる簡単便利なキットが販売されています。ご飯を研いだらご飯の素を入れて、いつもと同じ水の量にしたら鶏肉を乗せて炊飯するだけの簡単調理。出来上がったらお皿に盛り付けて天ぷらの漬けだれと一緒にいただきます。味付け自体はニンニク、醤油、生姜などがベースなので、日本人にも大変馴染みのある味で美味しいです。後味にかすかに香る風味付けには生姜に似た現地ではポピュラーなガランガル、爽やかな香りのレモングラスに玉ねぎの風味を凝縮したようなちょっと珍しいホムデンなど、どことなく異国情緒を感じる味に仕上がっています。ただ癖のようなものはほとんどありません。より本場らしさが出るのが天ぷらの漬けだれの方で、味噌ベースの甘辛いタレではあるんですが、コリアンダーやニンニクの風味もあって、なかなか日本では味わえない味です。主に鶏肉につけるものなんでしょうが、きゅうりなんかの野菜につけても美味しいです。カオマンガイはスパイスやハーブは使ってはいるんですが、比較的日本人でも抵抗なく楽しめるエスニック料理の一つです。いける人はパクチーもりもりにしてタイビールで流し込みたいですね。はい、続いて無印で買うべき第2位がご飯にかける宮崎風冷や汁。つい先日マストバイですよって言った気もするんですが、ちょっと忘れちゃったみたいなのでご紹介します。宮崎名物の冷や汁をパウチを開けるだけで楽しめちゃう超便利アイテム。我が家なんかも食欲ない時など夏場に結構作るレシピでもあるんですが、無印の冷や汁は本当にいい味に仕上がっているんです。アジのほぐし身にアジの煮干しとアジまっしぐらの汁にすりごま、切りごま、練りごまというごま三重種を加えてコクと香りを出した本格的な味です。味だけに。そして隠し味に本格派の中華で使われる豆醤を入れていて、ほんの少しの複雑さとコクを出しています。無印なのでもちろん化学調味料は不使用。夏場ってとにかく料理作るのめんどくさい、コンロの前に立つだけで熱い、もう食べるのもしんどい、そんな日がきっと1日くらいあると思いますが、そんな1日を過ごす皆様を救ってくれるのが無印の冷や汁なんです。元気を振り絞って
パックご飯か冷凍ご飯だけチンしてください。それをお茶碗に放り込んだ時点で皆さんの勝利です。あとはこの冷や汁かけるだけで幸せに一日終わることができます。鍋で作るのもいいんですが、この1食分の量がちょうど良かったりするんですよね。これは夏場のイヤイヤ期が来る前に家にストックしておくことを強くお勧めしたい、いやそうでない人にも強くお勧めしたい夏の一押し商品です。はい、今回最後の商品のご紹介です。無印のこの夏に買うべき第1位が素材を生かした冷やして食べるチキンジンジャーカレーとレモンクリームチキンカレーです。カレーって普通冷やさないし、なんか油とか固まってて美味しくなさそうって思っているそこのあなた、確実に人生損してます。ちゃんと冷やしてって書いてあるんだから、その辺解決しているに決まっているじゃないですか。そんな無印の夏に食べるべきカレー、冷やして食べる神品カレーをご紹介します。今回は無印にあるレンチンパックのジャスミンライスに合わせています。とにかくおすすめしたいチキンジンジャーは、以前にも紹介した一言で言えば辛すぎないグリーンカレー。ココナッツミルクをベースにしたコク深い味で、そこに昆布みかんのピューレが合わさって超爽やか。それでいて油っぽさは皆無です。辛さが2なので全くもって辛くないってわけではないんですが、このほんの少しの辛さが食欲を加速させてくれます。これおすすめのトッピングがあるんで聞いていってほしいんですが、ぜひパイに乗っけてみてください。口の中常夏になります。昆布みかんとは違う甘酸っぱさでより爽やかに楽しめます。このカレーの味はまさに神ってる味なんです。そしてもう一品、辛さレベル1のレモンクリームチキンカレーをご紹介です。こちらも一口食べて気づくはずです。あ、これ冷やして食べるカレーだって。こちらは乳由来のクリームでコクを出していて、そこにひよこ豆ピューレと炒め玉ねぎ、粒マスタードで食感を出しています。メインの具材が鶏肉で、少しだけパサつきは感じるんですが、繊維質はちゃんと感じて美味です。そして何よりレモンの風味ですよ。濃縮レモン果汁とは別にレモンゼストが入っています。これはレモンの皮をすりおろしたもので、酸味のみならず皮のビター感もついてくる分、レモンの風味をダイレクトに感じるんです。時折これがそうかなと思わせてくれるような皮の部分に出会えたりと、わずかながら食感でも楽しめます。爽やかさはありつつも酸っぱいまではいかない絶妙の加減で、後味をクリームのコクと生姜、ニンニクの風味で締めている分、味のまとまりがすっごいいいんです。辛さはほとんどありません。もう一回だけ言いますが、冷たいカレーなんて邪道だよ、食べたくないよって思っているそこのあなた、間違いなく人生損してます。そう思わせてくれるポテンシャルがこのカレーにはあるんです。まごまごしていると夏終わっちゃうので、たった数百円騙されたと思って食べてみてください。私のチャンネルの視聴者の方ならきっと分かってくれるはずです。はい、いかがでしたでしょうか。夏場ってもう暑いだけで動くのもしんどいですし、買い物するのも面倒、ただ食べなきゃもっと元気が出ないので、毎日過ごすだけでも大変ですよね。今回はそんな皆様のために私が買うべきものリストを作っておきました。ぜひともこれをスクショしていただいて、お店でパパッと買い物をしていただけたら嬉しいです。本気出せば1分で買い物終わると思うので、実は時間節約動画でもあるんです。この夏も少しでも皆さんがハッピーになれたり、新しい食に触れられるよう動画投稿を続けてまいりますので、またお付き合いくださいね。お買い物の参考になれば幸いです。このようにこのチャンネルでは、成城石井元店長の私がおすすめする成城石井カルディ無印良品のおすすめ品や食べ合わせ、たまに全国のスーパーで買えるおすすめ品の紹介など、食にまつわるあらゆる情報を発信しています。少しでも参考になったよという方は、いいねやコメント、チャンネル登録をいただけると嬉しいです。インスタグラムやヤフークリエイターズでも日々情報を発信しているので、そちらもぜひ遊びに来てください。今回はこちらで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。暑さに負けずしっかり食べて元気に過ごしましょうね。
バイバイ。